エムデ分解とは、有機化学における人面反応の一つで、飽和脂肪族の4級アンモニウムカチオンをナトリウムアマルガムで処理して3級アミンへと還元する手法。1909年にヘルマン・エイムドにより最初に報告された。エムデ分解はかつてエフェドリンなどのアルカロイドを構造を決定するために利用されていた。化式のように、環状アンモニウムを M で分解にかけると脱離したある切る元が、ある剣に変わって残る。ナトリウムアマルガムの代わりに水素化、アルミニウムリチウムを用いる手法もある。4級アンモニウムを基質、または、鍵中間体とする反応としては他に、ホフマン脱離、フォンブラウン反応が知られる。スミス、MB マーチ、J マーチ、S アドバンストオーガニックケミストリー6スウェード、ワイリー。 二千七ピアニッシモ千八百四十四 ptschw フィッシャー a ミューラー w レクシコンベッドテンダーシュミッカービブリオグラフィス地図アンスティチュライプツヒ千九百八十九 isbn 三十八億千七百十一万五百五十三 m ド h バー・ドイジュ・ケム・ジズ千九百九四十二。 2590から2594、ドイ、10.1002、クバー、1909億420万2169。ありがとうございます。